初めて頭から見る。おお、今日は21時なのであんまり遅いとあれかなと思って、でも早くてもあれかなと思ってでも皆さん多分お仕事ない方はお家にいると思うので、なんかちょっと時間はいつもよりなんだろう、あんまり気にしなくていいのかなっていうふうにはちょっと思ったんですよね。だから今度昼と夜とかに分けてできたらいいなっていうふうには思ってます。すごい久しぶりな感じ。お久しぶりです。元気ですか？私はめちゃめちゃ元気です。毎日でも昨日は久しぶりにお昼寝しなかったんですけど、毎日お昼に起きてなんかご飯とか食べて、ちょっちぶりだねみんな。すごいなんかコメントしてくださる皆さんが、そう久しぶりすぎてありがとうございます。久しぶり。メイクの収納終わったかな。いやまだ、とりあえずそうまだやってないんですね。でも箱とか、箱っていうかなんか収納ボックスみたいのはあるので、それに入れる、収納するかなって感じ。あ、でもちゃんとこういう風に入れてます。よ、研究生がお世話になってます。え、なんかお母さんみたい。こちらこそです。あー久しぶり。お久しぶりです。みなみなってきた。今日の服、え、今日の服あんま特徴ない、ただの白。今日はね、さっきメイクしたんですよ、急いで2、30分くらいで。いい感じ。これもうちょっとこっちにしたらいい。ずらします。あ、なんと、え、どこだ、違う、なんとタワーがいただけました。ありがとうございます。すごい久しぶりなのに、そんな、みんなありがとうございます。そしてありがとうございます。名前とかもしっかり拝見させていただきました。よし頑張るぞ頑張るぞ頑張るぞっていうかね、今日は久しぶりなので、なんか普段あんまり喋れてないじゃないですか。握手会もないですし、なのでちょっとテレビ電話、今テレワークとかそういうなんか、画面越しに会話するのをこの状況の中ですごく流行ってるじゃないですか。なのでそういう感じでちょっとお話っぽい感じにしたいなっていうふうには思って話させていただきます。テレワーク、や、テレワークやってる人どのぐらいいるんだろう。テレワークやってますか皆さん、それともお家にいますか、それとも普通に会社とか行きますか。やってない、テレビ会議とかねやってる。おお、普通に出勤しています。仕事に行ってます。でも普通に仕事っていう方も結構
らっしゃる。はん、職業から無理だね、そういう方もいるよね絶対。あーでも割、そうなんだ、割合が低いんですね。自宅待機だよ退屈。あ確かにめっちゃ退屈だよね。でもなんかもう慣れちゃった毎日これだから、なんか逆になんだろう、外出ないからあんまり欲しいものとかもなかなか、なんか見ちゃうと欲しいじゃないですか物って。だけど見なきゃそんな、まずそもそもその物を知らないからっていうので、今月はちょっと貯金をしようかなというふうに思っていたのですが、なんとそうお部屋をなんかずっとお部屋、お家で過ごしてるんで、今自宅待機なんだろう、お部屋がなんかから変わってないなっていうことに気づいて、でも小学生の時にあった勉強机とかっていうのはもうとっくになくて、ベッドとかも新しく変わったんですけど、でもそれにしてもなんかアイドルっぽいなんかお部屋にしたいなとかちょっと憧れもあって、でもなんか私のお部屋ってなんか超ダサいんですよ、本当にダサくて、あの壁のね、壁になんかこういうね、木のね、木の縁上の方にこう木のなんて言うんだろう、木の囲いみたいのがついてるんですよ、なんか一周その囲いのとこに私がちっちゃい頃なんか張って光る星みたいのを、ここどこやなんか張って光る星みたいのを くてもその星だけ光るみたいな、そういうのがあって、それをそうなんかダサいなって思って剥がそうとしたら、その剥がすシールが取れなくて、まずなんかちょっと今どうしようっていう風に思ってるんですけど、あとこの壁の色とかそうっていうのもちょっと変えたいなみたいなですよね。とかあとなんかいろいろね、でなんかそう久しぶりになんか久しぶりにじゃないか、最近は結構電話してるんですけど、おばあちゃんから電話が来て、でなんだろうと思ったらなんか1回目1週間前ぐらいに来た電話はなんか元気みたいな電話と、元気で元気だよって言って、でもなんかなんかそうカータンがなんか電話してたらなんか欲しいものある？ある？って聞かれて、あるって聞いた瞬間にないね、ないねって言ってあのね、答える隙間もなく欲しいものある？ないよ、ないよってないよって言おうとしたんですよ。でも今は本当にないから、ないよって言おうとしたらないねって言われてえってなってそうなの、自問自答された。で今日電話来たのが、今日はなんかあそうなんかお部屋を模様替えしようと思うんだよねみたいな話をして、そしたらなんかテーブルとソファーは低いと首が前に出て姿勢が悪くなるからあんまり良くないんじゃないのって言われてそうそうそう、でもなんかもうなんかソファーもテーブルももうなんか決めたよみたいな、ネットで注文するよみたいな言ってそしたら、あそうなんだみたいな感じでそう指摘するとこがねちょっとね面白いんですよね。あどんなソファーとどんなテーブルとかなんかいろいろ注文したんですけど、どんなのがどんなのかわからないから教えてって言われて、でも
そのなんか私が買ったとこのサイト、あのネットで見れるサイト、オンラインショップあるじゃないですか。だから普通にそのページ開いたら見れるんじゃないみたいな言ったら、なんかそのやり方、なんかショールームは見れるけど、その前にそのネットの開き方があんまり分かんないみたいで、それもちょっと謎じゃないですか。ショールームできて開けないみたいな。そう、それでそのなんかソファーのどんなソファーとどんなテーブルかを、そのなんかショールームだったら見えるから、ショールームでなんかどんなのに しようか、こう見せて教えてって言ったんですよそう、でも私今携帯から配信してるんで、携帯からこうやってできないんですけど。そうなんです。それでじゃあ分かったって言って、でもそのなんかそう私的なショールームみたいになっちゃうから、カータのためのショールームみたいに、なんかちょっと変だなっていうふうに思って、そうまたね、また明日にか明後日にでもまたちょっと電話しときますね、どんなのか。そうでもまあ届いてからでいいかな、なんかそうさっきはまだ買っちゃったけど、もうそうさっき注文しちゃったんで。そうなんです、めちゃめちゃ可愛いソファーと絨毯とテーブルとか、あと鏡とか、なんかいろいろ。そうなんです、お家の部屋を、あと壁紙かな、そういろいろリニューアルしようと思って、まだね全然届かないんですけどね、楽しみに。多分入る、なんかサイズが測る、なんか多分入るくらいの多分いけるかなぐらいの感じですね。なんか家具とか見るのすごいなんか楽しかった、なんかいろんな、なんかあんまり外には出れないから、ネットでいろいろこう見て、あこれかわいいなとか、そういろいろ組み立てるタイプではなくて、なんかそう業者の人がこうちゃんとやってくれ、うん、楽しみでもね、お部屋的にはあんまりめちゃめちゃ広くもめちゃめちゃ狭くもなく、普通なんですよお部屋、お私のお部屋は。そうだからあんまりいろいろ置きすぎると大変かなと思って、なんかあんまりでかいソファーとかは置けないけど、そうまあ2人か3 2.5 人用みたいなのが大きさはね。え、でもお洋服とかもほとんどちゃんと着るものしか残してないから。そうなの、だから頑張った、昨日一日かけてちゃんと片付けをして、なんかもう本当に普段片付けしないんですよ。てかなんか多分一人暮らしとかだったらすると思うんですけど、そうだった分ちょっとなんだろうな、可愛いお洋服を着ようかなっていうふうに思ってるので、また貯金をしときますそうですね、あんまりだから何がなんか最近今年に買ったレシートとかを全部見返すようになって、なんか何に一番お金かけてんだろうなっていうふうに、なんか人それぞれ、なんか食にかける人と、なんか美容とかにかける人と、うん、趣味とかにかける人とか交通費とかが大きい人とかいるじゃないですか。でも私はメイクとかそういうのが好きで、もちろんそれはダントツなんですけど、美容っていうかなんかそういうコスメとかに一番お金を使ってるなっていうふうには思うけど、でも何になんか何にそんなに
使ってない。食べ物のなんかちょっとした飲み物とか、あとなんかフルーツとかそういうなんか、あとご飯、そう外食行く時とかにすごいなんか食べ物大好きみたいな感じになってるから、そうなんですね。フルーツも結構そうするもんねと思って、でもフルーツ大好きだからね。そうなんです、毎日。でも最近3日連続くらいで朝にイチゴと、あ違う、バナナジュース毎日飲んでて、今は起きたらまずバナナジュースを飲むんですよ。でイチゴとかオレンジとかがあるので、それを今日はイチゴを1パック食べました朝そうなんです、朝にオレンジジュースじゃない、バナナジュースを作ってイチゴ1パック食べて、でもいちご飴を昨日作ったんですけど、昨日はなんか歯にめっちゃくっつくし、なんかあんまりちょっと失敗かなみたいなとこあったんで、またでもなんかいい方法をちょっと教えてもらったので、またチャレンジしたいなって思います。いちご飴ってどうしたら本当にうまくできない、3回目ぐらい、1、2、3回目ぐらいかな、本当に残念、むずい。うん、そう、薄まあ飴なんですけど、E をダルゴナって絡めるってイメージ、コーヒー、じゃコーヒーと砂糖ちょっと濃くして牛乳の上に浮かせるみたいな、ダルゴナコーヒー、ダルゴナコーヒーなんて言った今そう、何回言っても覚えられない、それです。それをなんかね、妹がそれをやってて、そうなんかでも400回混ぜなきゃいけないらしいんです、大変そうやってみようかな明日でも。じゃあコーヒーだけど、なんか飲んだ感じはカフェオレっぽい、でも結構甘い感じ、あんまり苦くない、うん、そんな感じらしいです、はいね、わかる、あんまり好きじゃない。あらちゃんから誕生日メールが届きました、すごい、誕生日ですって、みんなお祝いしていきましょう、おめでとうそうだ、誕生日の日にちょうどあれですね、ショールームができてよかった、いい1年になりますように。あ、すごい、みんなおめでとうだってよかったうん、公園内の新潟行った、本当にね、新潟でも来てもすごい、なんか食べ物だけでももう満足って感じですよね、他にもいろいろあるけどうん、過ごしているのかをちょっと知りたい。
あつ森聞いてくださいよ。私動物の森はですね、久しく開いておりません。今日やろっかなって思うんですけどね。久しく開いてなかったですね。そうですね。いや、飽きたわけじゃないんだよ。飽きたわけじゃなくて、なんかやり方が分かんないの。なんかさ、あゆとかりかとかの見てると、なんかすごい進んでんだよね。めちゃめちゃ花、お花畑になったりとか、なんか不思議ななんか家具みたいのがあったりとか、お家がで、なんかすごい街もなんかですけど、私まだ3人くらいしかいなくて、全然できないんですよね。なんか何をすればいいのか分かんない日々なので、そうだから全然、あとそう釣りしかで、釣りと網、虫網とパチンコしかない。わかんないよね、ほんと。マイルを貯めて他のマイル旅行券っていうのがあって、それで一回行ったんですけど、なんかピンとこないまますぐ帰っちゃいました。そうなの。弟にあげるしか、いやでも弟も持ってるんですよ。そう、たぬきちさんと話せばもうわかんないっていう、なんか結構重症な、そう重症なんです。でもまあまあまあ、でもあればわかるんですけど、でまたね、ちょっと今日を境にまた頑張って、ちょっといい風にいけば、多分やり方が分かればきっと、あとビビンバも食べたとか、そうそうなんです。めっちゃ美味しいよね、やばいよ本当に。あ、でもお好み焼きも好き、分かる、お好み焼き美味しいよね。そうですね、最近外出れないからさ、お寿司食べたい。お寿司と、なんかお肉って普段なんかお家で作れたりするじゃないですか。でもお寿司って絶対作れないから、お寿司食べたいな。お寿司って出前できるよね。やろう今度。ショールームで、ショールームでお寿司食べよう。やつあるの？いや、ないです。普通になんかピザとか、ピザ、お寿司、くらいじゃない？なんかあんまり聞いたことない、出前とか、あのだね、なんかいろいろなお店が配達して、あ、でもガストとか配達してくれるとこある、ここあと、そんぐらいかな。お寿司のネタはね、好きなのは、本当に好きなのはサーモン。でも本当に好きなのはサーモンで、絶対美味しいのは大トロとかでしょ。でも最近ウニがすごい好きになって、食べれるようになった。ウニとイクラは、まあ、で前に比べたら食べれるようになった。でもまだあんまり食べれないなっていうのがアナゴとか
うなぎそこらへんかな。でもほとんど食べれるようになりました、基本ね。そうね、カワハギって何、カワハギ、あ、聞いたことある、カワハギなんだっけ。わさびは、わさびもう入れて食べれるようになりました。すごい進化。ボタンエビ、ま、あ、エビね、私エビあんま好きじゃない、好きじゃないっていうか、いや食べれるんですけど、たそのなんか単品で頼むなら食べない。なんかこうセットっていうか、なんか中に入ってて、そう出され、なんかその入ってたら食べるみたいな感じかな。エビの美味しさにあんまり気づいてないんですよね、まだ。っていう感じ。プリは、プリは好き、普通に普通に好き。なんか最近多分何も、多分また何も食べて、きっと。なのでずっとなんかショールームは毎日できるかなっていうふうには思うので、明日またやりますね。何時がいいですか？何時がいいんだろう私分からん。みんなが見れる時間帯ちょっと提案お願いします。夜がいいですか？お昼がいいですか？このぐらいがいいですか？あ、でも夕方か夜が多いです。じゃあ例えばですけど、お昼に30分、夜に1時間とか、そういうなんか分け方もありかなっていうふうに思うけど、そのなんだろう、内容にもよるけども、30分30分とか、まあ15分だったらちょっとなんか中途半端かなと思う。お昼見れる人ってどのぐらいいますか？ちなみに。お昼なら見れる、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 見れない、見れない、厳しい、見れる。時間による。お昼はあんま見れない。あ、でも見れない方の方が多いのかな、正直。うん、そうか。じゃあやっぱ夜の方がいいか。夜ね。まあでもなんかたまにお昼にしか見れないって方もいらっしゃると思うので、お昼にやって、お昼にちょっと30分ぐらいやって夜にもやるっていう形にもできるかなっていうふうに思います。やってみようかな。でもまあしばらくはちょっと夜にしようかな。夜、夕方、夜くらいかな。うん。朝は無理です。そもそも起きてないっていうね。まあ一回さ、そう6時とか
自信ない。見ます。え、でも見るって言ってくれてる人いる。でも言うのは簡単じゃないですか。見るのは結構難しいと思いますよ。え、努力します。受ける。頑張る。朝まで起きて見る。一日なら頑張れる。気持ちだけ。むしろ見れる。目覚まし。絶対起きる。そうなんだ。なんか嬉しいな、でも。そんなに、そんなに見てくれるんですね。じゃあ、ちょっとやってみようかな。朝。まあ、6時半。いや、7時。いや、8時。それも普通か。そんなに早く起きれないですけど、まあその辺ならやってみたいな。でも朝起きる意味ある？でも朝しか見れない方もいらっしゃいますね、多分ね。8時はやっぱね、ちょっと見づらいか。7時くらいだよね。やっぱ会社とかもある。7時も忙しいか。じゃあ6時半ぐらい。早っ。今度やってみよう。おはようございますっていう動画。寝起き。7時は仕事始めてる。早いね、めちゃめちゃ。おはよう配信。じゃあ朝起きて、そのなんかストレッチをするみたいな。起きてこうストレッチみたいな。まだ時計というものが存在してないんですけど、何時でしょう。あれ39分。あれ私何時から始めたっけ。9時から。あ、じゃあもうちょっと時間過ぎてますね。はい、じゃあこの辺で9分10分ぐらい、約10分おまけの動画になりましたが動画じゃないか、配信かになりましたが、ちょっとそうですね、毎日これから会えると思うとすごく楽しみです。毎日そう起きてる回がありますね。起きてる回って明日は21時くらいかなって感じです。今日と同じにしようかな。はい、そうですね、そんな感じで。じゃあまた、あ、そうですね、あの755でやってた、その電話の動画、電話の動画っていうか、まあ電話してるやつなんですけど、あれはちょっとショールームの、なんでしょう、ショールームの、ショールームって画面を見て喋るじゃないですか。だけどショールームやるまでに、ショールームが始まるまで、始まるまで、なんかあえて逆になんかこう動画をしないで、声だけの方がみんな見てくれた時にすごい喜んでもらえるかなと思ってやってたんですけど、どうでしたか。よかったですか。そうなんです。一応ね、期間限定、ショールーム、なんか毎日何かをやっていきたいな、みたいな。そう、ショールームができなくなって、で、そう、あの動画をやろうというふうに思って、最初はね、声で、動画普通にこういう画角でやってた。
やつ思いついたと思って、そうなんです、企画を考えて電話をかけてみました755ね、そうなんです。あ、でも結構みんな褒めてくれてたよね、なんか嬉しかった。いつもなんかコメント欄、755のコメントってあんまりなんかバーって増えたりすることないんですけど、その時は結構たくさんコメントいただいて、あ、なんかすごい嬉しいと思って。電話いいね、電話ね、それをね、じゃあもうちょっと電話続けておいて、それまで来たらそっち期間限定にして、またいつか、そう、なんかふっとね、企画、なんか電話を期間限定で復活みたいなのをしたいかなっていうふうに思うので、そうなんです。なのでちょっと期間限定に なってしまったんですけど、はい、でもショールームがあるのでショールームのことを考えて、毎日皆さんに楽しんでいただけるように頑張って日々過ごしていきたいと思いますそうですね、またの機会に、うん、そう、みんなありがとうって、本当にありがとう、こちらこそ聞いてくれてありがとう天才だった、やった。そうですね、明日からなんかいろいろ考えてやっていきたいなと思うので、ショールームまた楽しめるようにやっていきたいなって思います。なんかこんなのやってほしいとかあったら、メールの返信か、すぐ見れるのは755のコメントなので755のコメントでもどっちでも大丈夫です、どっちも見るので、はい、そんな感じですね、です。ではちょっとスクショタイムしようかな。はい、チーズ、できたかな、ありがとうございます。では今日はね、結構時間過ぎて、多分15分ぐらい過ぎちゃったと思うんですけど、また明日ということで、でもなんか時間どうしようかなって感じです。またコメント、あ、755か、はい、ということで今日は見てくださってありがとうございました。フォローもね、フォローするにすればいいのか、フォローして通知音かな、どうすればいいの、右上のハートをピンク、右上のハートを押すとピンクになるので、それをすると通知が来るらしいです。はい、ぜひよろしくお願いしますということで、じゃあまた明日、ありがとうございました。はい、じゃあ、キャッチフレーズしなきゃ、はい、いきます。東、西、北、南、みんなの視線は、わーい、ありがとうございます。すごい照明をね焚いてるので、こっちだけ光って、こっちは壁なんで暗いんですけど、まだなんかいろいろ工夫して綺麗に見えるように頑張ります。OK。
今日はすごい久しぶりに皆さんに会えて嬉しかったです。そしてパワーもいただけました。ありがとうございます。すごい嬉しい。可愛いね、なんか最近のタワー。なんか昔は本当にザ・東京タワーみたいな感じだったけど、最近なんかおしゃんなタワーになったですね。はい、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。また明日。ありがとうございました。バイバイ。